どうも、北山水です。今日はですねジョニアオリンピック JO に出場する方法こちらをお話ししていきたいと思いますまずですねこのジョニアオリンピックの制限タイムこの制限タイムを突破することでジョニアオリンピックに出ることができるんですけどもこの JO の制限タイムがどういうふうに決められてるかこちらをお話していきますねこの制限タイムはですね例えば 50m 自由形10歳以下の半振りだったら 大体ね、70名前後これ毎年大体70名前後が10歳以下の半振り出てるんですけども、まあ、70名前後にになるよううタイムが設定されれてますこれうますここいと去年の JO のタイムとかを貼るとね夏のタイムどっちもタイムを見てうまいこと70名前後になるように設定されてるんですけどもこれはね何を意味するかというと例えば10歳以下の半振りであれば少なくとも日本全国で トップ70に入っておく必要があるということを示してるんですね。200とか400であればもうちょっと人数は絞られます。なのでその種目に出るだけで、すでに日本のトップクラスにいる必要はあるんですね。これはですね、どういうことかというと、例えばジュニアオリンピックに行きたいって思う選手が、ま日本全国で200人いるとすると、 200人全員が JO に出ることは不可能なんですね、まあ、大体70名ぐらいが JO に出れるように設定されてるので、まあ、少なくとも上位70名で、えー、残りの130名は出れないようにタイムが設定されますなので、まあ、全員がジュニアオリンピックに出たい人が出場することは不可能でございます次は小学校中学校の えー、ジュニアオリンピックに出たいなと思ってる選手まあ、出れないなと思ってる選手こちらに向けてお話をしていきます今小学校中学校の選手で自分の周りでジュニアオリンピックに出ている選手がいてなんで自分が出れないんだって悔しい思いをしている選手もいると思いますでもねそういう選手はあまり気にする必要は実はなくてですねなぜかと言うと特に小学生とかのうちはですね どういった選手が小学生のうちに速いかというと体の成長が他の人よりも早い人。 がが基本的にいい傾向があるんですねだ大体、まあ、平均的に中学校とか、中学校の、中学校遅くても高校生、高1ぐらいかな、には成長期が始まって、身長がぐんと伸びる時期があるんですけども、その時期が早い選手がいるんですね。小学校のうちに成長期が来て、身長が思い切り伸びて、筋力もつくという選手がいます。そういう選手の方が圧倒的に小学生のうちは有利です。 小学生というのはですね1年の間で全然タイムが変わってくるので同じ小学5年生でも3月生まれの小学5年生と4月生まれの小学5年生これねほとんど1年ぐらい体の成長具合が違うんですけども、まあ、設定タイム JO の標準タイムは同じなのでこれはもう圧倒的に3月生まれの方が不利と言わざるを得ませんね。 なので、小学生のうちはね、タイムが、標準タイムの方がコロコロ1年ごとに変わりまして、それはもう明らかにね、体の成長具合がかなり関係しますので、あまり気にする必要はないかと思います。自分が成長期で身長が思い切り伸びた後にタイムが切れたらそれは問題がないと僕は思いますね。なので、小学校、中学校の選手で、まだ身長が伸びる成長期来てませんよっていう選手に限りましては、特に 睡眠そして食事をしっかりとってこれから来る成長期に思いっきり成長して身長を伸ばす準備をしていくことが本当に重要でございますこの時期に自分の体をどれだけ成長させられるかこれがまあ大きくなってからどれだけタイムを伸ばせるかこれにかかってきますなのでしっかり睡眠食事はとりましょうそしてですね小学生のうちはですね 400m 以上の種目がありません。まあ,あって 200m までなんですけれども、まあ、特にですね、まあ、日本人選手っていうのは 50m、100m に向いてますっていう体型の人、体の人はあまりいないんですね。オリンピックとかを見てもらったらわかるんですけども、まあ、日本人選手で50、100で世界と戦える選手ってまあ、結構限られてますよね。 それに対して200以上中距離以上の種目に関しては世界と戦える選手はまあまあ多いです、まあ、基本的にはですね日本人というのはですねなので小学校のうちにですね 50m であまり結果が出なかったからといってあまり落ち込む必要ありませんもしかしたらですね まあ、自分がですねなので自分の得意種目自分が一番結果を出せる力を発揮できる種目というのを必ず見つけてください 50m で頑張るよりも自分に合った種目距離を見つけてそこを頑張った方がジュニアオリンピックに出れる可能性はぐっと上がります まあ特にですね5 0ルという種目はですね結構まあ誰でも出やすい種目ではありますのでそれだけ競争率が高いんですね。例えば400とか200の選手も5 0ルにパッて出れますよね。まあ それに対して 50m の専門の選手が200とか400に出てくるのは結構練習する必要があるんですけど、まあ、200400の選手が50にパッって出て JO をパッって切ることはまあまあありえますそれに 50m やってる選手っていうのはめちゃくちゃ多いですもう本当に競争率高いなので 50m にこだわる必要は基本的にはありません練習がきつくなるかもしれませんが自分に合った距離種目を探してください まあこれは完全に僕の話になるんですけども僕は小学校の頃にですねー背泳ぎ 50m 背泳ぎの選手でございましてジュニアオリンピックにもうあと一歩で,出れませんで,したでねもう一番スクールの中で一番練習頑張ってるという自信はあったんですけどもまあ自分の後輩の小学校の時の後輩の子になぜかその子だけ JO 行って僕は JO 行けないということがありました。 まあそれ悔しかったんですけども、まあ、中学校に上がってからですね、まあ、400m 自由形 1500m 自由形に専門を変えましてそしたらですねもうぐんぐんタイム伸ばしていきまして、まあ、中学校3年生の時点で中学全国ランキンキグ3位になりましたでですね気が付いたら 200m 個人メドレー 400m 個人メドレー 400m 自由形 1500m 自由形 200m 背泳ぎ。 この5種目でジュニアオリンピックを突破ししてましたた気づいたらでね、まあ、50に関してはもう生涯で1回もジュニアオリンピック切ったことはないんですよ。まあこれ完全にね僕の体が50に向いてなかったんですよおそらく。まあ今から50めちゃくちゃ頑張ったらいいタイムが出せるかもしれませんけどもまあ戦えるレベルにはなりませんよ。やっっぱり自分に合った種目を 見つけてそこにひたすらね努力していくことが大事なんだと僕はその時に思いましたさあ皆さんお待ちかねのプレゼント企画の始まりでございますありがとうございますさあ今回えチャンネル登録者5000人を突破しましたありがとうございます、えー、ということで今回ですねプレゼントの方を用意してきました今回はですね T シャツを用意しましたまずはですねえ今回は3名様にプレゼントが行くように 用意しております。まず一つ紹介していくのはこちらでございます。こちら関西学院大学僕の母校関西学院大学水泳部の T シャツでございます。これポロシャツかな？ポロシャツ。これはですねまあ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 レアというかもうその時に僕が着てたやつなんですけども、これに関してはですねもう一枚あります。感覚 T シャツ2枚目こちらでございます。 えーとこの2枚このポロシャツ1枚とこの感覚 T シャツ赤1枚ずつこの2枚を1名様に差し上げたいと思いますこちらはですね、えー、僕試合の時に何回か着ただけなので、まあ、あまりそんなに着てないですなのでそんなにあの臭くないと思います <laughs> なんでまああのうん普通に着れるやつだと思います結構サイズは大きめでございます でもう一つもう一つ目はですねこれ結構レアです僕が、えー、高校かな高校生の頃に兵庫県ジュニア選抜に選ばれた時にもらった T シャツでございますこちらでございますこれちょっともう一回洗いますけども兵庫県のジュニアチンま兵庫県のジュニア選抜に選ばれて、えー、ジュニア選抜の合宿があったんですけどもその時にもらったやつですね これを今回1名様に差し上げようと思います。これもちゃんとね、あの、しっかり、まあ、臭くないです。あのー、多分ね、試合のその合宿期間に何回か来たかなぐらいなんで、こちらもですね、しっかり選択してからお送りしますので、兵庫県ジュニア選抜の T シャツでございます。でもう一枚もう一枚はね、もうね、すごいよ。僕がラストイヤーのジュニアオリンピック、ラストイヤーのジュニアオリンピックで、あのー、売店で、 買った T シャツ。アリーナの T シャツ。これね、なんとですね、まだ着てません。一回も。多分、ジュニアオリンピック、最後のジュニアオリンピックで、なんか買っとかなあかんなと思って T シャツを買ったものの、結局、使わなかったっていうやつですね。で、ここはしっかり。2012、2012ジュニアオリンピックカップって書いてます。これはもう売ってませんからね。めちゃくちゃレアやと思います。 えー、このジュニアオリンピック2012の販売されてた T シャツ未開封品こちらも1名様にお送りしますえっ、ー、と半額の T シャツ2枚を1名様にそして兵庫県のジュニア選抜の T シャツを1名様でジュニアオリンピック2012の限定 T シャツこれを1名様合計3名様にプレゼントしたいと思います今回はですねしっかり僕の吉本興業さんの方にですね 投票フォームの方を作ってもらいました概要欄の方に貼ってますので概要欄の方からサイトに飛んでもらってそこに必要事項を売ってもらって送信してもらえればこちらの方に来ますのでそちらから抽選でさっきのプレゼントの方をお送りしたいと思いますそれでは皆様のたくさんのご応募待っておりますチャンネル登録もしてくださいよろしくお願いしますでは以上です明日